赤石川の中流域赤石川は青森県西津軽郡味ヶ沢町を流れ日本海に注ぐ二級河川赤石川水系の本流で青森県西津軽郡味ヶ沢町南部の秋田県との境界にある三つ森付近に源を発する味ヶ沢町の西側を北に流れ JR 五能線の道の区赤石駅付近で日本海に注ぐ全域が 味ヶ沢町に属する。流路延長4 4 6トルのうち、河川法に基づく二級河川の指定区間は3 4 7トルで、ある。上流では、深い渓谷が続き、赤石渓流など数多くの支流が見られる。中流域も V 時刻や渓谷が続く。下流域では、稲作の用水に使用されている。上流部の世界遺産。 白神山地のバッファゾーンに赤石ダムがあり、そこからの水の大部分はトンネルで、深浦町の大池系発電所に送られている。大平瀬川と同様に、上流部は世界遺産にも登録されている。白神山地の中にあり、ブナの原生林が生い茂っている。上流域は国有林の保全地域として保護されている。標高差は大平瀬川ほどではないが流れが穏やかである。 支流の滝川では沢登りを楽しむものが多い。全身が金色に輝く金あゆで全国的に有名であり、全国から釣り人が訪れる。下流より記載は、右岸への合流を示す。二つの津軽さんは、ありがとうございます。